えいどうもりですえー、この動画が出とるのは1月1日かな、うん、でまあ1年の計は元旦にありなんてねよう言うたりしますけどうんあんまりそこら辺は意識したことないけどまあ,あのちょうどねこのタイミングで思いついたというかネタというかまあこの話がまあこうやってね 1>, 1月1日に、えー、投稿する動画に現れたってのはな何かしらの巡り合わせかなと思ってこのね管理釣り場のマナー心構えこれあの管理釣り場 .com に書いてあるやつなんだけどうん何て言えばいいのかな先日ねツイッター上で缶釣りやっとる人たちがねなんか示し合わせたかのようにあのー、ほら今年さ あのコロナの影響で釣り人口クソほど増えたじゃないですかその影響かがあってか知らんけどねあの特に管理釣り場海とかも広がったんやけどね、うん、今年は俺管理釣り場ばっかやっとったからさあ,のあれなんだけどさそのやっぱ釣りん時のマナーというか心構えというかさね、えー、それが例えば釣り人対釣り人だったりとかね釣り人対魚だったりとか ね、魚の扱いとかそういうやつ、うん、傷つけないでとか、ね、リリースする時はちゃんと、ね、蘇生をしてとかさ、ね、あとは釣り人と、えー、管理釣り場、うん、の施設ねの人たちとのなんかいざこざってのがちょっと目に入ったんだよね。それはそれがあってかなんだかね分からんけど結構なんか同時た発的に。 なんかね、指名し合わせたかのようにみんなして、えー、僕たちには一体何ができるんだろうみたいな話がさ、上がっとってね、俺もそれすごい気になっとったわけよ、うん。なんか頭の中にもやっと残っとってさ、で、先日釣り納めでね、釣りしながら、ぼやーっと考えとた時に、ああ、なるほどって。あの、自分の中でね、多分正解、うん、正解は多分一つじゃないから、あれなんだけど、俺の中での答えってのが出たから、まあ、このタイミングだし、ちょっとしたね、 あの初心表明というか、まあ、2021年からこうしてこうかなっていうのが、えー、いくつかあるんでまあそれをね、まああのー、コミットメントというかせっかくこうやって YouTube やってるわけですから、えー、話してこうかなと思うんだけどさ、うん、なんていうのかなまず、あのー、そうだなまず、えー、釣り人と、えー、魚 が一番重要かな、うん、管理釣り場ってのはさ、ね、あの自然と違ってねどっからともなく魚がやってくるわけじゃないのよ。あのまあ、自生しとるやつらもおるかもしれんけど基本的にはその管理釣り場の人たちが、えー、育てたりとかあと養魚場っていうのから、えー、仕入れて池に放流したりってのが、ね、あってさ大きい魚にするにもやっぱり長い年月かかるわけよ。うん、それをね え何、ー、だろう釣り人側がねお金払っとるにゃし俺たちは客だ何をやっても俺たちの勝手じゃないかっていうねあのー、好き勝手わがままをなんかダーダーブーブー言うてね魚を傷つけるねあのー、とにかくもう効率よく数を釣りたいからね魚がねしんどくてもねパパッと逃がしてみたいなうんね蘇生もろくにせずにうんそういうのがあってね で魚がうんそしたらさね魚影も少なくなってねえ釣側もねその場その場のそいつだけはねそのわがままなそいつだけはもしかしたらね俺だけ楽しいってなるかもしれんけどさそのやっぱり魚っていうかまあ有限だからさものがさね有限だからこそやっぱみんなである程度ルールやマナー心構えを持って ねねやるべきだだと思うんだよ、ね、でガチガチに縛るとやっぱり初心者とかが入ってきにくいって感じになるからさそれはほら管理釣り場側としてもさねやっぱりなんだかんだ言うても客商売なわけですからねそのお客さんに対してね釣ってもらいたいいっぱいねいろんな人に釣ってもらいたいいっぱい釣ってもらいたい楽しんでもらいたいって気持ちがあるからこそこうやってね管理釣り場ってのを開いてくれとるわけだからうん。 でそんな中で自分と魚に対して思ったのが、えー、やっぱね、なんか最初の頃はなんかあったはずの気持ちが最近消えとってさ、何かっていうと、フック。うん。あのー、カントリーの基本的なルールのフックって、えー、シングルフックのバーブレス、うん、返しがついてないすぐ抜けるやつが、えー、基本。そいつが、 1>, えー、1本か2本かってのはその釣り場によって、えー、変わるんだけど、うん、やっぱねその魚を釣るね針を魚にかけなあかんわけだから魚を釣るっていう面でおいては、えー、規制されてないんだったら2本の方がいいに決まっとるんですよ。それとかミノ、えーとかだったらね、えー 基本的にニジマスとかって後ろからパクッと食ってくるんやけどたまに下から食い上げてくることがあるからルアーのお尻とお腹にフックつけることによってフッキング率が上がるわけよ。うん、けどねあの2本ともの針にきれいに口が入るってのはほぼほぼなくって。うんで 例えばお尻のフックに噛みついて口に引っかかってフッキングしました。で、あのー、釣り人とファイトして暴れとる最中にお腹側の余っとるフックが魚の目に刺さったとかさ、ね、お腹に刺さったとかで血とか出るわけですよ。で、あのー、人間でもそうなんだけどさ一度出血してしまうとね一度出血して ね、空気のとこにおればヘモクロビンがさね固まって止血になるんやけど水の中だと血が固まらずにで同じ水のね血の水分だからもうひたすら流れてくわけよ。うん、まあ,あの小さい血管とか傷つけるんだったらまだマシかもしれんけどでかい血管とか傷つけてしまったら魚は確実に死んでしまうわけよ。 かといいってて魚専用の止血剤なんてなんさ本来だったらもう傷つけてしまった魚はねあのー、キープして、ね、持ち帰るってのがねいいのかもしれんけどねうんそれに関してはちょっといろいろ考えなきゃいけないことはあるんだけど俺はとりあえず今年から、うん、まあちょっと今撮影してある動画はあれかもしれんけどフックを一本にしようと、うん、思います。 うん、未納だろうがクランクだろうが、うん、フックを1本ねさっき言った原理で言うんだったらばその1本のフックに引っかかればね他のフックはないわけだから体とかね目とかに刺さるってことがなくなるじゃないですかまあその分フックがツイートラン側に食ってきてもフッキングしないからえー、超がね落ちたりとか。 逆にねあの今だったら例えばお尻にフックつけてお腹にフックをつけてませんでも下から食い上げていた時にあのバイトがあったからフッキングしたその時にお尻のフックが口じゃないところにかかってしまったっていう自己的なのはあるかもしれんけどうんけど原則まあフックをねあのどんなルールがあろうがシングルバーブレスのフックを1本にすることによって魚のダメージってのをね えー、物理的なダメージっていうのを減らせるんじゃないかなって思うわけよ。うん、これはちょっと初心に返ってね最初なんか初めてエリア・トラウトやった頃はいや2本なんてつけるのはダメでしょみたいなことを言っとった記憶があるんだけどさやっぱなんか超過を追い求めてなんか自分を忘れてしまったなっていうのでちょっと反省もしたりしつつ。うん、でねまあ20 2021年からまず魚のことを考えて、えー、フック。 を一本にしたいいなと思いますうんあとはそうだなえー、まあ魚に対してはこんな感じかなちゃんと蘇生もねあの数釣りは大事かもしれんけどあの魚はね人間で言ったらさねあの全力疾走でうわーって走った後にさね人間だったらほら地上がさ正常な状態で水中がおかしい状態やねんか魚の場合逆やねんか水中が正しい状態であの地上がおかしい状態。 人間でいうとこの全速力で走って走り終わった後にあのに水の中に顔をガーって突っ込まれてブクブクブクってなっ,って息苦しいっていうあれと一緒なわけよ。うん。逆の立場になって考えたら魚に対してはね。魚に対しては一緒。水の中でねうわーって全力疾走で走った後に空気にさらされるわけよ。呼吸ができないわけ。しんどいわけ。そのままねあの酸素をエラに入れれんままパンって離されてしまう。 そうすると魚が死んでしまうと、うん、ねあの話したばっかの時は元気だったから大丈夫だろうと思ってもそっから力尽きて後で浮いてきたとかさ、うん、そういうのって結構あるんですよ。なので、えー、そうね例えば、あのー、インレットとかさ そういうい場所をちゃんと把握してさ魚と長い時間ファイトしてしまったなって時はそのインレットの流れ込みね流れ込みのところに魚を連れてってあのインレットはほら水が流れとるわけだから、ね、あの酸素もすごい豊富なわけだからさそこに突っ込んでジャーッとなん,か、ね、なんかホースで洗うような感じかなエラーの中に水バーッと送り込んで少しでも魚の回復に、えー、努めるっていうのをしっかり心がけていきたいと 思いますもちろん、えー、素手では触りませんし結構ほらあの白いカビだらけの魚っていっぱいおるじゃないですかあれ見てすごいかわいそうになるんよねあれも死因の原因になるからねなんだかんだ言うて場所にね場所によっては、うん、素手で魚は触らんようにするしねちゃんと、えー、フックリリーサーだったりあのハサミみたいなねあのペンチがあるんですよフォーセップっていうんですけどあれをしっかり使ったりとか うん、まあもしもなんか魚を持つ時は必ず軍手とかさそういうのをちゃんと買って、えー、タックルバックに忍ばせようかなっていうのはすごいあります。うん、でそれも心がけるしまあゴミだねゴミ。あのやっぱり管理釣り場ってのは、えー、細い糸。うん で最近なんかはなんかエステルとかさ PE とかがもう主流になってきてさみんな使っとってねラインブレイクっていうのはどうしても起こることやから自己的なもんでしょうがないのよ。うん。その時に例えばねよくねボトムとか探っとったら人んちのルアー釣ったりとか人んちの糸引っ掛けたりとかねそういうことによくなるんだけどそれもちゃんとねあのー、なんかそうだな積極的にゴミ拾いはぶっちゃけしません。あのー うん、ゴミ拾うために釣りばき取るわけじゃないから。うん、けど自分が関わったもの例えば自分が立っとるところの足場に糸が落ちとったとか人んちの、ね、糸を引っ掛けたとかルアーをつったとかそういう時に関しては、ねあのー、自分に関わったものに関しては必ずゴミとして、えーね、処理して持ち帰ろうかなとは思ってます。うん、そののためにあのね あのダストボックスじゃなくてあの台地のあるじゃないですかあのジャッ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 ってあの回すやつね糸糸をなんかまとめるゴミ,ゴミ箱みたいなやつ、うん、ああいうのもちゃんとしようかなと思ってます。うん <laughs> まずはねあの自分の意識っていうのをまずちゃんとせなあかんからさ自分の意識をちゃんと変えてからええー、ね人に対してものを言えるっていうのがまっとうなことなのでうん。 まずは自分の意識を変えていこうかなって思います、うんでまあ、ここにも書いてあるけどさあんまりなんかねあの場所取り物で場所取りとかも、まあ、たまにそのね通すコースを変えたい時とかねあるじゃないですか自分の正面からねあのそれこそ6時の部分に立っとって時計で言うね6時に立っとって12時に投げるコースよりも3時に立って。 9時,に9時のコースに真ん中通す方が食ってくるってたまにあるじゃないですか。そういう時は、まあ、横移動は、ね、もちろんするんだけどその時も、あのー、人の、ね、出入り人が全然おらんかったら、ね、自由に動き回っていいと思うけどちょっと人が多いなっていう時に関してはちゃんとあの道具ごと移動するっていうのをちゃんと心がけたいと思うし、うん、あとこれはね、あのー フライカンテリーの場合そんなに何か後ろに振りかぶってキャストすることはないからさまあある程度距離取れば大丈夫っゃ大丈夫なんだけど、うん、フライマンなんかは特にあのリリースする時に思いっきり糸がねあのもうなんならもう5メートル6メートルくらいねあの後ろまでグーッと下がったりするわけですよ。うん、そういう時にあのねあの見,見とる。 見とそういう時に早めに「後ろ通ります」っていうのを声をかけることによってねあの嫌じゃん魚釣りきとるのに釣り人と思えるって <laughs> そういうのがあるからあのそういうのもちゃんと心がけたいなって思いますはいあのまあ2021年はそんな感じでねあのいろいろ自分にできることをとにかくやるうん <laughs> まあ うん、このね、話にちょっと賛同してくれる人がおったら、まあ、皆さんの中で、皆さんができる範囲でいいですから、ぜひね、あのやってほしいなって気持ちはあるんでね、そういう一人一人の行動が、トータル的にマナーっていうのを向上させたりとか、釣り場を良くしたりとか、えー、しますから。うん。まあ、そんな感じの、あの、なんか、初心証明的な、えー、お話でございました。以上、ごまみりでした。えー、今年もよろしくお願いします。